そうだ、シリカの店の様子でも見ていこうかな。もう少し材料は多めに用意しておかないと。ようシリカ、調子はどうだ？あ、いらっしゃいませ。じゃ板についてきたって感じだな。あれ、今日はもう店じまいか？はい、作った分が売り切れちゃいましたので。そっか。じゃあお疲れ様ってことでリズも呼んで一緒に話でもしないか？あ、いいですね。多分リズさんは自分のお店にいると思いますよ。迎えに行きましょう。ああ、そうしよう。看板って知っています？看板？ああ、この前ようやく作ったとか言っていたな。金属製の立派な看板でいいなって。立派？ああ、確かにそういう見方もあるのか。と言いますと？いや、SAO の頃からリズの店の看板は見慣れているから特別な印象は持たなかったんだけど、確かにまだこのゲームは序盤だし、看板作成ってそれなりに手間もかかるんだよな。私のお店なんて看板がまだありませんからね。やっぱりリズさん、お店にいましたね。あ、本当だ。リズ。あら、二人揃ってどうかしたの？リズを誘って話でもしようと思ってさ。ああ、そうなんだ。気分転換にいいかもしれないわね。どうかしたんですか？浮かない表情をしていますけど。ちょっと仕事で失敗しちゃってね。私の店の噂を聞いてきてくれた人なんだけど、期待に応えられなかったのよ。そんなこと、クラフト系の店ならよくあることだろ？そうなんだけど、そのプレイヤーさんからの信用は失っちゃったわね。始まって間もないし、私のスキルも低いから思うようにいかないのは当然なんだけど。そうか、結構大変なんだな。ああ、でも平気よ。 SAO の時に76層のアークソフィアで2号店をオープンさせた時だってなんとかなったしね。けどあんまり無理するなよ。何もクオリティだけを求めてリズの鍛冶屋に人が来るわけじゃないはずだ。リズの人柄だったり思いがあるからこそ俺もリズの店を選んでいるわけだしさ。私もです。ありがとう。でもやっぱりお金をもらって成立するお商売だしね、そこはちゃんとしないと。ほら、それより話をするならカフェかなんかに行きましょう。そうだな、もともとそのためにリズを誘いに来たんだし。じゃあちょっと待ってて、店を片付けちゃうから。リズさん、大変そうですね。ああ、リズは責任感が強いから余計にそう見えるよ。お客さんですね。私がリズさんにしてあげられることって何かないでしょうか？そうだな、すぐには思いつかないけど、ひとまず今は気分転換に付き合うことじゃないかな。お待たせ。それじゃあ行きましょうか。数量限定のダークチェリーミルフィーユ残ってるかしら？あ、私がごちそうします。ちょっと何、もしかして気を使ってくれているの？シリカもリズが心配なんだよ。そういうことなら遠慮しないわよ。お店のケーキをいっぺんに注文するって一度やってみたかったのよね。それはさすがにお財布が持ちません。そんなこと言ったってケーキを食べなきゃ心が癒えないんだもの。ああ、そしたら私装備を売るしか。あんまりシリカをいじめるなって。ごめんごめん、冗談よ。さあ行きましょう。あ、待ってくださいよ。リスの気持ち少しでも楽になるといいけど、店をやるっていろんなことがあるんだな。よう、ユキ、何してるんだ？やあ、今ね、買い物に行くところなんだ。買い物ってポーションか何かか？ううん、布をいくつか欲しいなって。布？ね、せっかくだから一緒に買い物行かない？意見も聞かせてほしいし。まあ俺は構わないけど。じゃあ行こうか。付き合ってくれてありがとう。いろいろ参考になったよ。けどなんだってユキが裁縫スキルの練習を？アスナがやっているのを見て楽しそうだなって思って始めたんだ。まだ簡単なものしかできないけど、自分で物を作るってすごく楽しいね。物に対しての愛着も湧くだろうしな。そうそう、一番最初に作ったハンカチは出来も悪いのに今も捨てられず持ったままだよ。そうだ、これから一緒に裁縫してみない？俺も一緒？心配しなくても平気だよ。練習さえすればみんなできるはずだからさ。そうだな、何か新しい発見があるかもしれないし、試してみるか。よーし、決定。それで俺にも作れそうなものって何かあるかな？初心者だとさっきも話したハンカチから始めるのが普通かな。なるほど。ちなみにユウキは今どんなものを縫っているんだ？僕は今リボンをよく作っているかな。そのための布を買ってきたわけだし、今までの成果を見せてあげるよ。ピッピッ。随分いっぱいあるな。楽しくなってついたくさん作っちゃうんだよね。どれもうまくできてるじゃないか。本当？そう言ってもらえると嬉しいな。それじゃあいよいよ挑戦してみようか。おう、指導を頼むよ。それではまずは生地となるアイテムを用意してください。持っていないんですが。じゃあ僕のを分けてあげる。好きなのを選んでいいよ。じゃあこれをもらうな。そしたら次は裁縫用の針を持ってください。間違って毒針とか装備しないようにしてね。先生、裁縫用の針も持っていないんですが。忘れ物はいけませんよ。今日は先生のを貸してあげます。サンキュー。はい、針を持ちました。それではリボンを作っていきましょう。まず生地をタップしてください。4回タップするとこんな感じに折られていきます。4回だな。1、2、3、4。この段階ですでに勇気のと形が違うんだけど。それはスキル差だよ。まずは気にせずそのまま。次に生地に針をピコピコパッて当てればほらできた。おー、リボンだ。さあやってみて。生地に針をパッパのパッだっけか。うん、大丈夫だよ。続けてみて。こんな感じか。うん、うまいうまい。あとはそれを続ければ完成するよ。よし、パッパのパ、パッパのパ。それにしても勇気は人に教えるのが上手だな。え、そうかな。教え方が丁寧で優しくてすごくわかりやすいよ。でもなんだかこういうのって人と一緒にやると楽しいね。だな。作る過程や出来上がったものでみんなと一喜一憂できるし。これからも一緒にお裁縫しようか。勇気がこうやって優しく教えてくれるならいいぜ。それはどうかな。次からはビシバシいくよ。飴とムチってことか。さすが結城先生だな。お、できたぞ。わあ、初めてなのにすごいよくできてる。そうか。形も崩れてないし見た目も可愛くて文句なしだよ。ところでこれさ、アスナにあげるの？なんでだ？だってほら、赤と白でアスナの色みたいだし。ああ、確かに。あれ？無意識にこの色の生地を選んだの？ってことになるのかな。本当に気づいてなかったし。さすがお似合いのカップルだね。たまたまだよ。たまたま。それにしてもやっぱ勇気の作ったやつの方が俺のよりもうまくできてるよな。ほら、俺のとステータス値が全然違う。評価の部分って見た目じゃなくてそこなんだ。勇気は自分で作ったリボンを装備したりしないのか？装備？僕がリボンなんて似合わないんじゃないかな。そんなことないと思うけど、試しにつけてみたらどうだ？じゃあちょっとつけてみようかな。えへへへ、どう？似合ってるかな？いい感じじゃないか。リボンしててもおかしくなんて見えないぞ。むしろいつもと雰囲気が違っていて、なんていうか女の子って感じというか。ちょっとそれって僕が普段は女の子っぽくないってこと？ いやそういう意味じゃなくて、リボンをするとすごく女の子って感じだ。なんかごまかされた気がするけど、まあいいか。せっかく自分でリボンを作ったんだし、たまにはそうしてみるのもいいんじゃないか。けどやっぱりくすぐったい感じがするかな。なんだ、外しちゃうのか？だってまじまじ見られて恥ずかしいんだもん。そうか。でも普段と違う勇気が新鮮でつい。なんか僕だけ見られてずるい。あ、そうだ！ねえ、そっちも自分で作ったリボンをつけて見せてよ。は？僕だって見せてあげたんだからいいでしょ？なんだったら僕が作ったリボンでもいいよ。ほらほら。待てって、なんで俺がリボンを作るなんておかしいだろ。でも新鮮だと思うよ。それにさっき一緒にやると楽しいって言ったでしょ。このフリル付きのにしてみる？勘弁してくれ。一緒にやるのは楽しいけどこれは別だって。